コインスコボラは、ポーランド南東、クルフ近隣の村であり、クルフカ川に面し、プワビとルブリンの間に位置する、ルブリン県、プワビ群内に所在する、同盟の独立基礎自治体、すなわちコインスコボラ組名の優都である。2004年現在、人口2188人。コインスコボラという名は、次議の通りだと、ポーランド語の馬と医師の合成語に見えるが、実際は、 農業生産を中心とする村落の一種の呼び名である、ボラと、その領主ヤンツコニナの構成語で、コニンスキの村という意味である、考えられている。コニンスカボラという表記で、1442年に記録が残されている。西安な教会、正面この村は、ビトフスカボラという名称のもと、おそらく14世紀に設立された。その後、村の名は15世紀になって、 コニンスカボラという現在の形に変化した。1532年6月8日に、この町に都市圏が認められ、自治というとなった。民営の町として、コインスコボラは、周辺地域における、食料材料の交易中心としての役割を果たした。いくつかの織物製造工場がまた、この地には所在していた。ポーランド各地や、それ以外の場所より、多数の人々がこの地に移住してきた。 移住者の中にはドイツのザクセンから来た人々が多数いた。この時以来、コインスコボラは地域全体の歴史と関わりを持つことになる。1795年の第3回ポーランド分割の後、コインスコボラはオーストリアに併合された。1809年には街はナポレオンのワルシャワ公国の一部となったが、その没落後、1815年に、 ポーランド王国の一部と結局なってしまった。1863年のポーランドリトアニアでの1月放棄の後、1870年には町は最終的に都市圏を喪失し、再びそれを回復することはなかった。1905年のロシア第一革命の期間、多数の連帯人行動やストライキがこの地で組織された。1918年以降、 町は再びポーランドの一部となる第二次世界大戦の攻撃開始とともに1939年9月15日にコインスコボラはドイツの騎兵中隊に奪取され占領された第二次世界大戦の期間ドイツ人は捕虜収容所と奴隷労働のための複数のナチス強制収容所をこの町に設置した捕虜収容所はまもなく廃止されたが 強制労働キャンプは1943年を通じて運営を続けた。収容者たちはドイツ人のため農場であるいは道路や鉄道の建設現場で働いた。町にはゲットが設立され、スロバキア出身のユダヤ人を含む多数のユダヤ人のグループがゲットに移転させられた。1942年5月2日にナチスドイツは行動を実行に移した。これによって 多数のユダヤ人が借り集められ、ナチスのソビボール絶滅収容所へと移送された。1942年10月に、ゲットーの収容者の殺害が行われた。ドイツの騎兵中隊からなる、第101警察予備大隊が遂行した虐殺に、あって、女性と子供たちを含む、およそ800人から1000人のユダヤ人たちが近くの森に連れて行かれ殺戮された。ゲットーに残った居住者は、 別の収容所に移送された。1944年の夏に、赤軍の部隊が接近するとともに、ドイツ人は町を焼き払う計画を立てた。1944年7月25日に、ドイツの占領部隊は、農民大隊のポーランドパルチザン部隊と合流した、国内軍の戦士たちとの戦闘に突入した。ソ連赤軍騎兵中隊の到着とともに、反ファシスト連合の戦闘員たちは、 この地域の解放を確保することに成功した。復元、教会内部、ファン・ハメレン復元の教会観光場所としては、1670年頃、ヤン三世ンソビエスキの日、マリア・カジミエラに仕えた、オランダ人建築家、ティールマン・ファン・ハメレンが復元したカトリックの教会と、それに付属するオパリンスキと、ルボミルスキ一族の墓所が著名である。また、ルブリン・ルネッサンス建築様式で、 1613年に建造されたカトリックの教会も著名である。この建築様式の最良の実例見本は、コインスコボラにある、この教会と、今一つは、カジミエシュドルヌイにある教会である。またルーテルハ墓地の遺跡がある。コインスコボラはまた、ポーランドの詩人であるフランチシェク・ディオニズイ・クニャジニンと、フランチシェク・ザブーツキの聖居の地として知られる。ポーランドの著名な作家であり、 ノーベル文学賞受賞者であるヘンリック・シンケビチは、彼の歴史小説である、炎と剣によってのためメモを作り、その中で次のように言及している、ここ、コインスコボラも、大変まずいビールだ、とザクーバ氏は気づいた。ありがとうございます。